2000年のシドニーオリンピックで銅メダルを獲得した競泳女子メドレーリレーチームの4人が今日江東区のプールに顔を揃えました。このイベントは今年8月に開かれる北京オリンピックの出場選手を応援しようと行われ、シドニーオリンピックの競泳女子メドレーリレーで銅メダルを獲得した中村舞さん、田中雅美さん、大西純子さん、源澄香さんの4人が揃って登場しました。4人はメダル獲得の瞬間を映像とともに振り返り、3人が信じて待っていると思ったから最後まで泳ぐことができたなどと当時の気持ちを語りました。その後、日頃水泳の練習に励んでいる参加者を指導し、参加者たちは憧れのスイマーのアドバイスを熱心に聞いていました。